12連敗中というライオンズ。隅田が今日の先発でした。先頭バッター、まずこの先頭バッターを抑えることが本人も大きな目標、まずそこから入って課題、まず周東をセカンドゴロ、その後ツーアウトランナー二塁一塁のピンチを招きましたが、牧原大成をセカンドフライに打ち取って、まずはほっとしたスタートですよね、これ。まあそうですね、立ち上がりが課題と言われてましたからね。一方ホークス先発の東浜に対してワンアウトの後、これ若林の一発、大きな滞空時間の長いホームランでした。まず1点を先行した、ホームランで1点を先行したライオンズです。大きな1点でした。で3回です。隅田、この回先頭の周東をまず空振りの三振、先頭バッター出しません。2アウトランナー1塁となって栗原、ここも三振で、ここもピンチを逃れます。で4回です。2アウトランナーなしから7番の中村にセンター前のヒット。なかなか3人で攻撃が終わらないホークス。そして今日1軍に上がってきた増田修、初球を左中間へのタイムリーツーベース、1対1の同点ということになりました。増田修の見事なタイムリーツーベースです。で4回です。ワンアウトランナー1塁で5番の牧野、本当に見事でもうまいですね。いやもう完璧ですね、またこう流れを考えてもね、最高の場面のホームランになりましたよね。これで3対1、勝ち越しのツーランホームラン、今シーズンの第2号。そして5回です。隅田がノーアウトランナー一塁、ランナーを出した後近藤をファーストフライ、怖いバッターが続きますが、そして柳田ファーストゴロ、これ強い当たりだったんですが、これで2アウト。そして4番の栗原を迎えて、ここが踏ん張りどころ、センターへの正面、ランナー出しましたが5回を投げ切りました。勝利投手の権利を得ました。そして6回です。ワンアウトランナー3塁というピンチで中村晃、これセカンド木の先、バックも盛り立てました。点を許しません。なおも2アウトランナー1塁から増田をショートゴロ、6回を投げ切った隅田です。6回98球投げ切りました。そして7回です。2人目は平井です。ラストバッターの甲斐から空振りの三振、ツーアウトランナー一塁と変わりますが、3番のこれ柳田、これ見応えありましたね。最高の1球ですね。あの勇気のある打者さんですけどね、しっかり投げつきましたね。見逃しの三振でした。そして8回、今度はサウスポーの佐藤、ドラフト同期の佐藤がマウンドに上がります。5番の牧原大成三振、ツーアウトランナー二塁とランナー進められました。中村晃をセカンドゴロでピンチを逃れます。そして9回の最後のマウンド、もうこの人に任せるしかありません。ライオンズ増田、しかし先頭バッターの増田修理1号のソロホームラン、今日ホークス全ての打点はこの増田修です。ちょっと嫌な空気流れましたけどね、まあそうですね、でも増田選手もチャンスをね、ものにしましたよね。見事でしたね、このホームラン。そして2アウトとなった後2番の近藤、これがセンターへのフライ、ウィニングボールは若林が取って3対2、点差逃げ切ったライオンズです。10勝1番乗り、隅田は12連敗で脱出しました。さあそれでは勝ちました松井稼頭央監督のインタビューです。ヒーローインタビューが行われようというベルーナドームです。放送席、放送席、そしてライオンズファンの皆様、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。
まずは今日の打のヒーロー、4回勝ち越しのツーランホームラン、マキノー選手です。ナイスバッティングでした。 Thank you。 あの場面、追いつかれた直後、本当に大きな一発になりました。まずはあのホームラン、ご自身で振り返っていかがですか？After we gave up that run, I think it was a big momentum shifter to get the momentum back on our side. Obviously, you're not trying to hit a home run, but you're trying to change the momentum. So I got a good pitch to hit, and I hit it pretty good. はい、そうですね。1点失って同点になって、この試合の流れがどちらに行くかっていう大きな状況だったので、もちろんホームランを狙ってたわけではないんですけど、流れをライオンズに持っていけるようなバッティングができればと思いながら打席に入って、しっかりと打つべき球を捉えることができました。先発の隅田投手にも大きな援護になったと思います。ベンチの中の雰囲気いかがでしたか？先発ピッチャーの隅田投手にも大きな援護点になったと思いますが、ホームラン打った後のベンチの雰囲気いかがでしたか？I thinkWe have pretty good atmosphere in the dugout all the time, but we were playing around because I've been hitting the fence a lot. They always joke, say I have no power, so we were doing a little flex, so that was kind of fun. そうですね、ベンチの雰囲気はすごくいつもいいんですけど、いつもフェンス手前の惜しい当たりが多くて、チームメイトからはノーパワーだとジョークを言われてたので、今日はしっかりスタンドに届けるようなホームランが打ててよかったです。開幕からおよそ3週間、ご自身のここまでの試合の内容というのはどう感じていますか？ Obviously, I want to hit a little better, and we're working really hard on that. Seeing the new pitchers for the first time, I think, is the toughest part. So, I think once I see more and more pitches and more pitchers and how they throw, I think I'll be able to make some more adjustments. But I'm pretty happy with the last week or so. The first couple of weeks was a big adjustment, but the last week or so has been better. そうですね。もちろん数字的な部分ではもっとしっかりとしたいい数字を残したいっていうのはあるんですけど、当然初めて対戦するピッチャーだったり、初めて見る球種のボールだったりと難しいところもありつつ、少しずつしっかりといいアジャスメントをすることができてますので、これからどんどん調子を上げていきたいなというふうに思ってます。それから日本の生活へのアジャストについてもお伺いしたいんですが、日本の生活ここまではどうなのか、それから好きな日本語などもあったら教えてください。I mean, obviously it's a big adjustment. Public transportation isn't as big a thing, so getting used to the trains and how they operate and making sure you're on the right train has probably been the toughest part for me. And I don't know the favorite word, but favorite food's yakiniku. Probably my favorite word too. はい、そうですね。日本の生活の中で一番の大きな違いっていうのは、やはり公共交通機関をなかなかここまで使うことがないので。毎日の電車通勤であったり、遠征の移動であったりと、毎日電車に正しい時間に乗るっていう風なところで少しずつ慣れていってるのかなっていう風に思います。まだ日本語の、お気に入りの言葉っていうのはなかなか難しいんですけど、お気に入りの食事としては焼肉が大好きですので、今のところお気に入りの言葉も焼肉になるのかなっていう風に思ってます。さあ、それではマキノン選手にファンの皆さんからメッセージいただきます。ビジョンどうぞご覧ください。マキノン選手、打った瞬間分かるツーランホームラン、これからたくさんホームランを打ってください。マキノン選手に期待していますというメッセージいただきました。それでは最後にライオンズファンに向けてメッセージをお願いします。Yeah, you guys have been awesome as fans the first 3 weeks of the season. It's been, I think, my favorite place to play that I've played. I feel like everyone is always rooting for their team. They respect the other team. And I really have enjoyed playing here in Japan. The atmosphere is unbelievable. So just keep coming out. We're going to keep playing hard and throw some wins up there.
はい、ここまで3週開幕してから3週間ですけど、ライオンズファンの皆さんすごく温かい声援をしてくださり、また相手チームへのリスペクトも尊敬の念もすごく感じられる日本のファンの皆さんでプレーすることが大好きです。これから我々ライオンズ一生懸命戦っていきますので、これからも引き続き球場に足を運んでいただいて温かい応援をよろしくお願いいたします。おめでとうございました。 Thank you。 まずはダムヒーロー牧野選手でした。勝ち越しのツーランホームラン、今シーズンの第2号でした牧野選手。いや、非常に何か穏やかに、ね、笑顔をこう称えながら、非常に優しそうな選手だなという感じを受けましたね。なんかこう人柄が伝わってくる、はい、ヒーローインタビューでした ね、はい。まあ、いろいろ今、まあ、日本の野球に慣れながら、少しずつまだ結果を出していくという、焼肉が大好きで最後それが出ましたけど ね、 はい、もうね、私も大好きです。ですね、はい、その牧野選手に続いて、さあ今日は今度は若林選手ですか。若林選手が放送席、そして2人目の打のヒーローです。若林学人選手、先制の一発お見事でした。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずはご自身で一発振り返っていかがでしょうか。まあ、ツーストを追い込まれてたので、なんとか出塁心がけた結果が、ああなったのでちょっとびっくりしてたんですけど、まあ、結果として良かったです。積田投手にも本当に大きな一発にもなったと思います。何か声かけられました。いや、試合前に、まあ、冗談半分ですけど、まあ、共に頑張ろうって言ってたんで、それが結果に結んだので本当に嬉しかったです。はい。若林さんも開幕前の2月に脇腹を痛めて昨日復帰してヒット、そして今日はホームラン。ご自身のバッティングの状態というのはいかがでしょうか。まあ、いい形でもっともっと振れるように、また準備して頑張っていきたいなと思います。ホームランでいうとルーキーイヤーの5月以来ということにもなりますが、もう体調の方は万全と見ていいですか。はい。ファンの皆さんからも友厚のメッセージではこんなコメントをいただいています。若林学人の大きなホームラン、復活の一打だ、これからも打って走って活躍してくださいといただきました。このメッセージご覧になっていかがでしょうか。はい、期待に応えれるように頑張ります。そして若林さん、チームとしても4連勝、両リーグ通じて10勝一番乗りでもあります。ホークスとのゲーム差もなくなりました。チームの雰囲気はどう感じていますか。試合前からとてもいい雰囲気で、全員で戦うっていう意識が、今本当にあると思うので、それにまだもっともっとこれからも勝ち続けるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします。次のゲームも若林さん期待してます。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。お二人目のヒーロー若林選手でした。ありがとうございました。はい、若林選手戻ってきて昨日今日と活躍、今日は本当に先制の一発、まずチームを勢いづけましたよね。いや、いい場面の、ね、はい、ホームランでしたよね。大きな先制になったと思います。そうですね。滞空時間も非常に長い、ホームランでした。今シーズンの第1号でした。さあ、そして場内がこれだけ沸く中で、今もう投げる方もうこの人しかいません。長い長いトンネルを抜けました。隅田投手が今ヒーローインタビュー、今準備をしているところです。さあ、どんなことを喋ってくれるでしょうか。喜びの声を聞きたいと思います。まあ、隅田にとっては去年の3月26日のオリックス戦以来の勝ちということになります。連敗を12で止めました。放送席、そして最後のヒーローもちろんこの方です。今日は6回1失点、見事8投手になりました、隅田知博投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。隅田さん、本当に久しぶりの勝利です。まずは今の率直なお気持ちを教えてください。長らくお待たせしました。今日はこのファンの大きな歓声の中での投球になりました。ファンの歓声はどうお聞きになりましたか。そうですね、まあ、昨年から本当に、ずっと我慢して応援してもらったので、
まあ、どうにかしたいという気持ちは常に持ってましたけど、まあ、やっと、はい、まあ、こうやって勝つことができて嬉しいです。それでは今日の投球振り返っていただきたいんですが、今日はどんな意識でマウンドには上がったんでしょうか。もう本当にシンプルに考えて、ま、ストライクゾーンベース板の上で、柘植さんのリードを信じて、ま、腕を振っていこうということで、はい、投げました。立ち上がりからはランナー背負いながらでしたが、しっかりと抑えて3回まで帰ってきました。ゲームの入りに関してはご自身今日いかがでした。そうですね、まあ、前回も前々回も、まあ、初回に点を取られることがあったので、まあ、そこは自分でも意識して慎重に入ることができました。その中で味方の大きなホームラン2本がありました。あの援護点というのはどうご覧になってました。はい、いつも打ってくれると信じているので、こうやって打ってもらった瞬間は立ち上がっちゃいました。そして勝利投手の権利を得て5回、そして6回まで行きました。6回のあのマウンド、最初ランナー背負いながらもしっかりと抑えて帰ってきましたが、今日ちょっと今耳の方を、ね、調整させていただきたいと思います。今新しいイヤホンをお渡しいたします。はい、改めてお伺いいたします。5回を抑えてさらにその後、すいません、聞こえないです。そうですよね、ちょっとお待ちください。はい、今隅田投手のヒーローインタビュー、今イヤホンの調子が良くないということで、それでもファンは待っていました。隅田投手、今この声だと聞こえますか。ちょっと聞こえないですかね。聞こえない。そうですね、はい、ちょっと今イヤホンを持ちますね。少々お待ちください。勝利を待っていたファンが今ヒーローインタビュー。お待たせいたしました。いかがですか、大丈夫ですか。はい、大丈夫です、はい、改めてインタビュー続けましょう。5回、そして6回というところもランナー背負いながらもしのぎました。あそこ豊田コーチもマウンド行きましたが、あそこどんな声かけられたんでしょうか。そうですね、まあお腹に力を入れて魂込めて投げなさいってことを言ってもらいました。改めて今日のご自身のピッチング振り返っていかがでしたか。そうですね、まあ、日頃から、バックの方からバックの皆さんから声をかけていただいているので、そこに自分の調子も乗っていけたと思います。去年の3月26日以来掴んだ2勝目のボール、この重みというのはいかがでした。そうですね、初勝利ぐらい嬉しいです。改めて隅田さん、この1勝目から2勝目までの間、いろんなことも考えていろんな方とも話をしたと思います。この時間というのは隅田さん、どんな時間でしたか。昨年から本当に、我慢して使っていただいて、限りなく、多分誰も経験したことないようないい経験ができていると思うので、すごいいい糧になっていると思います。それでは隅田投手に等圧メッセージいただいています。ビジョンご覧ください。隅田君、勝利を呼び込む気迫のピッチング、お見事でした。ここから連勝街道の始まりです。勝ちまくってエースの座を掴んでくださいといただきました。このコメントご覧になっていかがですか。
はい、これからも1年間どんどん、もっと攻めていくピッチングをファンの皆さんに見せられたらいいなと思います。応援のほどよろしくお願いします。隅田投手、次からも熱いピッチング期待しています。ありがとうございます。おめでとうございました。勝利投手、隅田千尋投手でした。今日のヒーローはマキロン選手、そして若林選手、そして隅田投手でした。見事に今シーズンの初勝利、去年からの連敗を12で止めました隅田投手、ヒーローインタビューお聞きいただきました。いや、何かこう初々しい感じがしたんですけどもね、聞いてて、まあ、いかがでした、ね、はい、まあ、やっぱりまあまあ、あの緊張もあったのかもしれないですけども、ね、まあ、よかったですね。とにかく一つ勝ちがついたということでね、はい、変わっていくと思いますしね。いろんな経験をして、いい経験をしましたという話も今してましたけどね、まあ、やっぱりこう、はい、いい経験に変えていかないといけないですよね。それをこう力に変えていけないといけない、うん、いかないといけないですから、はい、まあ、それも楽しみに今後ね、楽しみになっていきますね。そうですね。今日はキャッチャーを今までの古賀から杉江に変え、そして自分自身もユニフォーム その着こなしをね変えたりして、いろんなことをこう変えて今日に臨んで、それはもう私たちも見てて分かりましたよね。まあ、もういつも、ね、強い気持ちでマウンド上がってると思うんですけど、まあ、今日はさらに嫌だったんじゃないでしょうか ね、 ですよね。まあ、本当に、ね、粘り強く苦しい場面もありましたけどもね、はい、投げたと思いますね。今シーズンの初勝利、連敗を12で止める価値ある勝利、これで開幕のローテーション全ての先発ピッチャーに勝ちがつきました。そして昨日戻ってきた若林、今日も活躍、新外国人のマキノンが勝ち越しのツーランホームラン。決してノーパワーじゃなかったですね、今日は本当に。いや、今日はもう完璧でした ね、 ですよね。見事でした。はい、投打がうまくこう噛み合ったライオンズ、見事にこのホークスをこの2連戦連勝ということになりました。今、マキノン